自己 PR について始めましょう。はい。まだ3人10分。あ、そうです。はい。こんにちは。この茨城の県南から、3回皆さんに衆議院にお越しいただいております小泉俊明です。今回政党の方は日本未来の党ということで立候補させていただく予定になっております。私は、中小零細企業で朝早くから夜遅くまで働く両親の背中を見て育ちました。ですから私の政治家になった初心は真面目に働く正直者がバカを見ない日本を作りたい、常にそのことを原点にこれまで政治活動を続けてまいりました。そしてこれからもそのために全力を尽くしてまいります。まだ2分じゃないの？そんな時間、まだ時間があるそうでありますので、今最大の問題は何と言いましても経済の問題だと思います。私はこの実体経済の厳しさ、そして中小零細企業で働く皆さん、経営者の皆さんの苦しみを嫌というほど分かっております。そういった思いをしっかりと受け止めて真面目に正直に生きている方たちがニコッと笑えて元気になるようなこの日本の国を作るために、これからも全力で進んでまいりたいと思っています。まだ時間がある、まだ時間があるそうですので、もう少し、自己 PR をさせていただきますが、まあ国会に上がってびっくりしましたことは、10年以上民間で勤めた経験のある衆議院議員が480人中7人しかいなかったことであります。私は現場の厳しさ、経済の厳しさを知った政治家としてこれからも、歩んでまいります。